輩方のおかげです。ちゃんと当たるとこんなに嬉しいんですね。朝比奈さん、すごいわ。私も。あら、どうして矢が落ちて。右手のことよね。力を抜いて、また。ああ、他の1年生も少しずつできるようになっているのに。事務所を変える？そう、まあちょっといろいろあってね、昨日辞めてきたの。どうして急に。愛梨ちゃん、今のお仕事とっても頑張ってたのに。そうね、見てくれる人たちに喜んでもらえてすごく嬉しかったけど、なんていうか方向性の違いってやつがあってね、ちょっとマネージャーや社長と揉めちゃってね。方向性の違いって？ああ、そこはそんなに心配しないで大丈夫だから。自分で考えてちゃんとやりたいことをやるためにも事務所を変えようって思ったのよ。だから心配しないで。そうなのね。事情はわからないけど、私、応援してるね。やっぱり愛梨ちゃんがやりたいって思えることをやるのが一番だと思うし、別の事務所になっちゃうのはすごく残念だけど。違う事務所になったら今度はライバルね。負けないわよ。うん、お互い頑張ろうね。いえ、大丈夫です。本当にダメね、私。お仕事を頑張りながら、部活も勉強もちゃんとやろうって決めたのに。結局、うまくできなくて、いろんな人に助けてもらってばかりで。その上、愛梨ちゃんが大変なことにも気づけなくて、しっかりしなくちゃ。ちゃんと、ファンのみんなが求める完璧な私になれるように、頑張らなくちゃ。また外れちゃったわ。なんとか前に飛ぶようにはなったけど、結局的には一度も。これじゃあ新人大会も何もできないまま終わってしまいそうね。同じ時期に入った子たちはちゃんと上手くなっているのに、私は全然。お仕事があって毎回出られないから、
差がつくのは当然だけれど、そのアイドルのお仕事もちゃんとやりきれなくて、頑張ってるつもりなのに何もうまくいかなくて、愛理ちゃんの相談にも、私本当に何をやっているのかしら。進めてもらったけれど、弓道を続けるのはやっぱり、こんな状態じゃ指導してくれる先輩たちにも迷惑をかけてしまうもの。今度の大会が終わったら。あれ、ひなまりさん。え、あ、朝比奈さん、お疲れ様。ひなまりさんも自主練。ええ、朝比奈さんも。うん、大会が近づいてるからちょっとでもやっておきたくて、1ヶ月くらい前から朝練を始めたんだ。それにしても日の森さんは偉いね。仕事もあるのに部活も頑張ってて。そんな偉くなんてないわ。私はまだ1回も的に当てたことがないから、せめて大会までに当てられるようになりたくて。そういう考え方がすごく偉いと思うよ。今できないことをできるようになろうって思って頑張ってるんだから。そうかしら。確かにそう考えることもできるけれど、でも朝比奈さんだってこうやって誰も見ていないところで練習していて、私なんかよりずっと。日の森さん、どうしたの？あ、なんでもないわ。ただ少し、朝比奈さんは本当にすごいと思って。朝比奈さんはすごく弓道が上手くてしっかりしていて、私も頑張ってみてはいるんだけれど、全然うまくできなくて、そのせいでいろんな人に迷惑をかけてばっかりで、どうして私は朝比奈さんみたいにしっかりできないのかしら。私はしっかりなんてしてないよ。だからこうやってここに来てるの。え？私ね、弓道を始めてみて気づいたんだ。ここに来ると心を整えることができるって。心を整える？うん。ここって余計なことを考えちゃいけない場所だと思うの。胸の中にあるモヤモヤを全部捨てて、一社のためだけに集中しないと矢は当たらない。だから勉強のこととか友達のこととか全部一度手放して。ただ弓を引くことに集中すると、いつの間にか心が静かになってるんだ。そうやって全部手放して心を整えることができたら、また前を向いて歩けるような気がするの。全部手放して心を整えられたら、確かにそうかもしれないわ。私はしっかりできない自分ばかり見て落ち込んでしまったけれど、悩んでいたことを全部思い切って手放して、もっとシンプルに考えられたら、私もちゃんと
前を向けるようになるのかしら。よかったら日の森さんも一緒にやらない？心の整理。お邪魔しても大丈夫なの？うん、もちろん。一緒にやろう。ありがとう、朝日奈さん。じゃあ、やってみるわね。まずは足踏みから、正しい姿勢を作って、胴作り、湯構え、打ち起こし。しっかり、間違えないように。しっかり、やらなくちゃ。大丈夫だよ、日の森さん。呼吸をして、それだけに集中して、今はただ、この一射だけを考えて。この、一射だけ？そうね。余計なことは考えちゃダメ。しっかりやらなくちゃなんて考えなくていい。ただ集中して、心を整えて、この一瞬のためだけに、全力を振り絞ればいい。当たった！朝日奈さん！私の矢が！うん！おめでとう、日の森さん！今の感覚をつかめたら、新人大会もきっと大丈夫だね。ありがとう、朝日奈さん！本当に、本当に嬉しいわ！私、このままじゃ何もかもうまくいかなくなるんじゃないかって不安だったから。日の森さんは真面目だから、いろいろ考えすぎちゃってたんだろうね。そういう時って頭の中がごちゃごちゃになって、もう全部嫌だって気持ちになるかもしれないけど、でもきっとこうやって心を静かにして整えれば大丈夫。きっとまだまだ前を向いて頑張れるよ。そうね、そうだと思うわ。本当にありがとう。